あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。牧場揃った綺麗なスタート。さあ花を切るのはどの馬か。14番前に行きそうです。7番それに続いています。さらには13番10番、その後ろもう一度先頭から7番前手を取りました。その外に13番10番、そのうちに続いています。内からは6番、その隣に11番、内からは8番、ピンクの帽子14番、その後ろその隣に5番。この辺りで各は第一コーナーに殺到していきました。では前の方から12番先手を取りました。すぐ後ろに8番、さらには10番、その外に11番、ピンクの帽子14番、その後ろ内からは6番、その外から13番、青の帽子5番、その後ろ 1000m を通過。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から3番先手を取りました。11番すぐ後ろ並んで12番、8番すぐ後ろ、その外に13番並んで10番、7番、この馬もこのグループ、6番すぐ後ろ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は11番12番、ほとんど差がありません。3番3番手第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は12番12番、先頭2番手は11番追いすがる。あと 200m、 12番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。12番先頭、2番手は8番、12番先頭だ。12番1着、12番1着、2着にはどうやら1番12番。見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは7番。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて7番行きました。7番競りかけていきました。その外に14番、その隣に13番、内からは10番、緑の帽子9番、その後ろその隣に8番、2番、そのうちに続いています。赤の帽子3番、その後ろすぐ隣に6番、すぐ後ろに4番、最後方に1番。各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭に戻りましょう。10番一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身。これに続いて7番、その外から9番、ピンクの帽子14番、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。もう一度先頭から先手を取ったのは12番、10番、それに続いています。すぐ後ろに14番、黄色の帽子7番、その後ろその外に9番、並んで1番、8番、この馬もこのグループ、5番、すぐ後ろ、その外に6番、赤の帽子、3番、その後ろ、すぐ後ろに2番、しんがりから4番、各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭に戻りましょう。14番、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から先手を取ったのは14番、さらには12番、その後ろに11番、ピンクの帽子13番、その後ろ内からは10番、並んで8番、1番、この馬もこのグループ、すぐ隣に6番、その横に7番、9番、この馬もこのグループ、すぐ隣に5番、その外から4番、赤の帽子3番、その後ろ最後方に2番。各馬雨の中をかけていきます。前の方からもう一度12番レースを引っ張ります。その横に14番13番、この馬もこのグループ、
すぐ後ろに6番オーケー機を通過していきます。さあ先頭は13番14番、ほとんど差がありません。12番3番手1番、この位置は果たしてどうでしょう。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は13番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。13番先頭14番先頭、2番手は12番先頭を捉えるか。14番先頭6番先頭、2番手は12番、追いすがる。あと 200m、 先頭は12番6番、必死に追いすがります。12番先頭、2番手は6番、12番先頭だ。12番1着12番1着、2着は微妙です。勝ったのは12番、このレースを制したのは12番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは6番、綺麗なスタートを切りました。3番、前に行きそうです。続いていくのが5番、その外に11番、その外から14番、オレンジの帽子12番、その後ろ、その隣に13番、その横に9番、8番、そのうちに続いています。その後ろに10番、1番、すぐ後ろしんがりから4番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード。これに続くのが6番、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。前は5番13番、ほとんど差がありません。6番3番手1番、いい位置です。さあここからどうか。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。5番先頭、差はほとんどありません。2番手は3番、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭は3番1番、まだ後ろ、ちょっと厳しい。9番追いすがります。3番先頭だ。先頭は3番1着でゴール。3番1着、2着にはどうやら5番、勝ったのは3番、このレースを制したのは3番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは6番4番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して4番花に立ちます。その後ろからは14番、この馬も上がっていく構えです。さらには6番1番、その後ろ、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは14番、内からは4番、その外から10番、並んで12番1番、そのうちに続いています。その隣に6番、その外から11番、ピンクの帽子13番、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から12番、先手を取りました。すぐ後ろに4番、黄色の帽子7番、その後ろ、その隣に6番、その横に14番11番、この馬もこのグループすぐ隣に13番、1000メートルを通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。
これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。さあ先頭は14番まだ粘っています。12番ほとんど差がありません。11番3番手1番いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は13番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は13番、残り 200m、 先頭は1番先頭です。このまま押し切るか。13番追いすがります。1番先頭だ。1番1着、2着にはどうやら13番1番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。先行争い何が行くでしょうか。3番前に行きそうです。11番それに続いています。さらには14番9番その後ろ。では前の方から6番前提を取りました。その外から14番、内からは11番、その隣に13番、内からは9番オレンジの帽子、12番その後ろ、内からは1番並んで5番、8番この馬もこのグループ、すぐ隣に4番、その外に10番しんがりから2番、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から先手を取ったのは13番並んで12番、11番この馬もこのグループ、6番そのうちに続いています。並んで9番3番そのうちに続いています。その外に14番並んで7番 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。13番先手を取りました。間が空いて12番、その隣に11番、その横に6番緑の帽子、9番その後ろ、すぐ隣に3番、その外から14番黄色の帽子、7番その後ろ、各馬大欅を通過。さあ先頭はまだ13番、2番手は6番、3番3番手1番いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭は3番、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は2番、懸命に追いすがります。3番先頭、あと 200m、 3番先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は7番、3番先頭だ。3番1着、3番完勝、3番1着、2着にはどうやら7番、3番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。12番
これはいいスタートを切りました。11番この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して11番花に立ちます。その後ろからは9番この馬も上がっていく構えです。さらには7番12番、その後ろもう一度先頭から見ていきましょう。12番先手を取りました。その隣に11番5番、そのうちに続いています。その外に14番、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。では前の方から5番先手を取りました。その外に9番8番、そのうちに続いています。その隣に7番、その外から11番、内からは4番、その外から13番、内からは10番、3番、そのうちに続いています。その外に14番、 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。もう一度先頭から見ていきましょう。9番先手を取りました。その外から13番、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで8番先頭に変わりました。まだ粘っています。2番手は5番、1番交代、1番大丈夫か。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は5番8番、その後ろ、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあ先頭に立ったのは5番5番、先頭2番手は5番5番、さあ果たしてこの足色はどうか。12番4番、迫る12番、先頭だ。先頭は12番、1着でゴール。12番、1着、2着にはどうやら4番、12番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。11番前に行きそうです。これに続くのが13番9番、そのうちに続いています。その隣に12番、並んで8番7番、この馬もこのグループ。その隣に4番、内からは1番、赤の帽子3番、その後ろしんがりから5番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番レースを引っ張ります。その外から8番、オレンジの帽子12番、その後ろすぐ隣に7番、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは8番、その横に6番、その外から12番、その隣に7番、9番、すぐ後ろピンクの帽子13番、その後ろ2番、そのうちに続いています。並んで14番、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは8番、すぐ隣に6番、その横に7番、その外に12番、さらには9番、その外に14番、ピンクの帽子13番、その後ろ内からは2番、並んで5番、11番、この馬もこのグループ。10番、すぐ後ろ並んで1番、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は8番、6番、ほとんど差がありません。7番、3番手1番、交代1番、大丈夫か。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は12番、内からは6番、2番、その後ろ、その外からは7番。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。最後の追い比べ、先頭は12番、先頭12番、先頭6番、追いすがります。12番、先頭だ。12番、ホールイン。12番、1着、2着にはどうやら6番、勝ったのは12番。このレースを制したのは12番。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは12番、綺麗なスタートを切りました。2番前に行きそうです。3番それに続いています。さらには8番12番、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。3番先手を取りました。その外から11番、黒の帽子。2番その後ろ。その外から13番、内からは10番、その外から12番、すぐ後ろに8番、さらには6番。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から12番先手を取りました。これに続いて2番並んで10番、これに続くのが11番、その隣に13番、その横に3番、その外に14番、その隣に8番。 1000m を通過しました。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭から。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。10番2番ほとんど差がありません。12番3番手1番、これはかなり後ろからの競馬です。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は2番、その隣からは10番。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあ先頭に立ったのは2番、先頭2番手は10番、残り 100m。 2番粘る、3番迫る、2番先頭だ、2番1着、2着は微妙です。勝ったのは2番、このレースを制したのは2番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。8番前に行きそうです。4番それに続いています。さらには5番9番、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは5番、その外から14番、内からは10番、その隣に8番、その横に12番9番。このままこのグループ、内からは4番、さらには13番、内からは6番、その隣に3番。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から。先手を取ったのは5番、その外から13番、4番、それに続きます。並んで1番、その外に12番、その隣に9番、並んで6番、3番。この馬もこのグループ、すぐ隣に10番。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身各馬一塊です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前は5番、13番、ほとんど差がありません。11番3番手1番、いい位置です。さあここからどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は5番、13番、その後ろ、その外からは11番、4番、その後ろ、内からは12番。短い直線に入って、後続は届くかどうか。5番先頭、差はほとんどない。2番手は5番、13番抜けた、4番、13番追いすがります。4番1着、2着にはどうやら5番、勝ったのは4番、このレースを制したのは4番。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、13番前に行きそうです。4番、それに続いています。さらには8番、12番、その後ろ。では前の方から、先手を取ったのは13番、8番、そのうちに続いています。その隣に10番、並んで12番、その外に14番、7番、そのうちに続いています。並んで6番、4番、そのうちに続いています。その外に5番、並んで3番、内からは1番。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。8番先手を取りました。並んで10番、11番、この馬もこのグループ。すぐ隣に13番、これに続いて7番、オレンジの帽子、12番、その後ろ、6番、すぐ後ろ、内からは1番、その外から5番、その隣に4番、その横に3番、9番、この馬もこのグループ。最後方に2番、各馬雨の中懸命の力走です。さあ先頭は11番、ここで先頭が入れ替わりました。13番、11番、2番手に控えました。8番、3番手1番、これはかなり後ろからの競馬です。後続も追い上げていきます。さあ先頭は13番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。13番先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m。 13番先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は11番、13番、この馬で決まりか。13番1着、13番完勝、13番1着、2着は11番、13番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは14番、9番、この馬も好スタートを切りました。10番、前に行きそうです。11番、それに続いています。さらには6番、8番、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。12番、先手を取りました。オレンジの帽子、11番、その後ろ、3番、そのうちに続いています。その外に13番、6番、すぐ後ろ、その隣に8番、その横に5番。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から、先手を取ったのは14番、すぐ隣に7番、これに続くのが13番、オレンジの帽子、11番、その後ろ、すぐ隣に10番、9番、すぐ後ろ。 1000m を通過しました。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは11番、10番、それに続きます。その隣に9番、すぐ後ろに14番、黄色の帽子、7番、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は9番、9番、後続を引き離します。11番、ほとんど差がありません。10番、3番手、1番、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った3番、あと 200m、 一気に後続がやってきた。9番必死に追います。3番粘る、5番迫る、3番先頭だ、3番1着、3番1着、2着にはどうやら5番、3番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは11番。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのが11番。11番、競りかけていきました。1番、そのうちに続いています。内からは5番、3番、そのうちに続いています。その隣に13番、6番、そのうちに続いています。緑の帽子、9番、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から、1番先手を取りました。すぐ後ろに3番、その外から11番、その隣に5番、その横に12番、内からは2番、13番、すぐ後ろ、内からは6番、黄色の帽子、8番、その後ろ、すぐ隣に9番、4番、そのうちに続いています。しんがりから7番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は10番、14番、ほとんど差がありません。5番、3番手、1番、 B 位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は5番、並んで10番、その外からは13番、14番、その後ろ、並んで11番、その外からは9番、内からは3番、並んで4番、その隣からは7番、その外からは6番、内からは12番。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭は13番、13番、先頭2番手は13番、13番。さあ果たしてこの足色はどうか。あと 200m、 先頭は1番、11番、必死に追いすがります。1番先頭、11番迫る、11番、11番先頭だ、11番、11番、1着、2着にはどうやら1番、勝ったのは11番、このレースを制したのは11番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。10番前に行きそうです。続いていくのが14番、その隣に6番、9番、そのうちに続いています。その外に13番、その外から8番、並んで11番、3番、そのうちに続いています。各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭から6番レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、間が空いて5番、その外から12番、その外に14番、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは6番、これに続くのが12番、14番、それに続いています。その後ろからは5番、少し間が空いて10番、並んで9番、13番、この馬もこのグループ、7番、そのうちに続いています。その外に8番、2番、そのうちに続いています。その隣に3番、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から、先手を取ったのは14番、すぐ後ろに12番、さらには11番、並んで6番、大きく離れました。10番、すぐ後ろに13番、並んで9番、7番、この馬もこのグループ、3番、すぐ後ろ、並んで8番、2番、そのうちに続いています。1番、それに続いています。しんがりから4番、各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭から14番、依然として先頭、すぐ後ろに5番、11番、すぐ後ろ、京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は12番、14番、ほとんど差がありません。10番、3番手、1番、この位置から届くのかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は14番、12番、その後ろ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。
先頭は14番先頭、2番手は10番あと 200m 14番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。10番追いすがります。14番先頭だ。14番1着、2着にはどうやら10番勝ったのは14番。このレースを制したのは14番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。13番、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。1番前に行きそうです。8番それに続いています。さらには12番13番、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは13番、内からは8番1番、そのうちに続いています。その外に12番、その隣に14番、その横に11番10番、そのうちに続いています。内からは4番、その外から9番、青の帽子6番、その後ろ、その隣に5番、最後方に3番。各馬雨の中をかけていきます。前の方からもう一度。11番レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身。12番それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。では前の方から見てみましょう。11番先手を取りました。8番すぐ後ろ、その後ろに12番、その隣に1番、14番それに続いています。黄色の帽子7番、その後ろすぐ隣に4番、その外から10番、その外に9番、その外から6番、並んで13番、2番、そのうちに続いています。その隣に5番、最後方に3番。各馬雨の中をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。8番、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いて11番、その隣に12番、すぐ後ろに1番、その外から10番、その隣に9番。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から。8番先手を取りました。その後ろからは11番、1番すぐ後ろ、その外に13番、さらには10番、その隣に9番、14番、そのうちに続いています。オレンジの帽子12番、その後ろ4番、すぐ後ろ、並んで6番、2番、すぐ後ろ、その後ろからは5番、並んで7番、最後方に3番。各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭から。ここで1番先頭に変わりました。8番ほとんど差がありません。11番、3番手。さあ1番逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は11番、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は8番、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。11番先頭、残り 100m。 11番粘る。一気に8番差し切った。8番1着、2着にはどうやら11番、8番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは9番、5番。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して1番、花に立ちます。その後ろからは11番、この馬も上がっていく構えです。さらには9番、5番、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは5番、その隣に1番、その外に11番、緑の帽子9番、その後ろ。すぐ隣に7番、4番、すぐ後ろ緑の帽子10番、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から先手を取ったのは8番、その横に9番、4番、そのうちに続いています。その外に7番、並んで13番、5番、この馬もこのグループ。その外から14番、その後ろに11番。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から14番先手を取りました。さらには8番、京都競馬場3コーナー坂を上り、そして下っていきます。さあ先頭は依然として14番、8番、ほとんど差がありません。9番、3番手1番、 B1 です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は14番、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は8番、先頭あと 200m、 8番先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。4番迫る、8番迫る、8番先頭だ。先頭は8番、1着でゴールイン。8番1着、2着にはどうやら4番、8番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。先行争い何が行くでしょうか。13番前に行きそうです。11番、それに続いています。さらには2番、7番、その後ろ。もう一度先頭から先手を取ったのは13番、ピンクの帽子14番、その後ろ11番、そのうちに続いています。すぐ後ろに7番、緑の帽子9番、その後ろ。その外に12番、8番、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から13番先手を取りました。その外から9番、内からは1番、オレンジの帽子11番、その後ろ。その隣に10番、その横に7番、その外に14番、2番、そのうちに続いています。その後ろに4番、赤の帽子3番、その後ろ。すぐ隣に6番、 1000m を通過。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。10番先手を取りました。その横に13番、9番、この馬もこのグループ。すぐ隣に12番、内からは11番、白の帽子1番、その後ろ。その外に14番、並んで7番、内からは2番、その隣に4番、
その外に8番青の帽子、6番その後ろ大ケーキを通過していきます。前は10番、さらにリードを広げます。ここで先頭が入れ替わりました。13番、10番、2番手に控えました。1番 B 位置です。さあここからどうか。ここで先頭は12番、先頭2番手は10番ボイスガル、先頭は14番、先頭2番手は12番ボイスガル、14番先頭、あと 200m、 14番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。12番追いすがります。14番先頭だ。14番1着、2着にはどうやら12番、14番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。13番好スタートを切りました。4番この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して4番かなに立ちます。その後ろからは12番この馬も上がっていく構えです。さらには3番、14番その後ろ、もう一度先頭から先手を取ったのは4番その外に14番3番そのうちに続いています。並んで13番、7番すぐ後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ8馬身、白馬一塊です。もう一度先頭から先手を取ったのは12番さらには14番内からは4番その隣に3番その横に7番その外から13番その隣に2番その横に5番その外に11番その隣に10番その横に9番、8番この馬もこのグループしんがりから6番1周目の第3コーナーに差し掛かりました。では前の方から先手を取ったのは12番すぐ後ろに3番その後ろからは14番並んで7番、13番この馬もこのグループすぐ隣に4番8番すぐ後ろその外に11番第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは12番並んで5番その外から14番その後ろに13番並んで3番、7番この馬もこのグループその外から11番並んで10番、4番そのうちに続いています。その外に9番、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から12番先手を取りました。青の帽子5番その後ろすぐ隣に14番内からは3番ピンクの帽子13番その後ろすぐ隣に7番その外から11番緑の帽子10番その後ろすぐ隣に9番内からは4番黒の帽子2番その後ろすぐ後ろに1番しんがりから6番各馬雨の中懸命の力走です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで13番先頭に変わりました。14番ほとんど差がありません。11番3番手1番 B 位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は14番13番その後ろ4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ先頭は14番あと 200m 先頭は14番13番一緒に追いすがります。14番粘る13番迫る一気に13番14番14番1着2着にはどうやら13番勝ったのは14番このレースを制したのは14番
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。3番ちょっと出遅れ、さあ果たして何が行くでしょうか。8番前に行きそうです。13番それに続いています。さらには6番11番その後ろ。3番後方からの競馬、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは14番4番そのうちに続いています。内からは11番。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。もう一度先頭から4番先手を取りました。これに続くのが11番ピンクの帽子、13番その後ろ、内からは7番並んで10番青の帽子、6番その後ろ、8番すぐ後ろ並んで14番2番そのうちに続いています。その隣に1番しんがりから3番、各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭から13番一気に先頭に立ちました。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前は13番4番ほとんど差がありません。7番3番手1番交代1番大丈夫か。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は13番7番その後ろ、内からは4番並んで6番その隣からは8番。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は11番11番先頭、2番手は14番あと 200m11 番先頭だ11番先頭14番追いすがります11番先頭だ11番ゴールイン11番1着2着にはどうやら14番11番見事このレースを制しました。Thank you.